こんにちは、工藤康隆です。今回はウェディングの安全性についてということで少し動画の方で、話をしてみたいなと思います。ウェディングっていうのは、そもそも水の中に入ると、で水の中に入って釣りをするんで、当然人間にとっては水の中は生きていける場所ではないので、そもそも危険なんですね。で、危険な場所に行って釣りをする中でどれだけその危険の、リスクを減らせるか、でそのためにはいろんな道具があったり、もしくはその釣りの仕方、歩き方とか、そういった、いろんなコツがあるので、初心者もそうですし中級者の方もね、今回の動画を見て、なるほどなって一つでも思ってもらえることがあればいいんじゃないかなと思って、やってみたいと思います。よろしくお願いします。ではここからですね、実際にウェディングの釣りをする上での、準備として、その中でどんな装備があるのかなということを、説明したいと思います。まず最初にですね、当然水の中に入るんで、こういったウェーダーですね、これが一番最初に必要な装備となります。で、現在ですね、ウェーダー、大体この2種類ぐらいが、出ていて、こういった靴がブーツになっているタイプと、ソックスになっていて、その上からウェディングシューズを履くタイプといった2つのパターンになってます。で、それぞれメリット、デメリットがあって、まずですね、こちらのブーツタイプ、今主流なんですけど、まず価格的に安いです。準備もですね、普段のこういった格好から、すぐに履けば、すぐに釣りができるといったメリットがあります。で、それに対してこういった、ソックスタイプっていうのはちょっと準備は大変なんですね。履いてからさらに靴紐締めてっていうのがあるんで大変なんですけど、非常に機動性が高いというメリットがあります。この辺はそれぞれ好きなのを選んでいただいて構わないかと思います。次はですね、このウェーダーの中に、どんなものを履けばいいのかなということを少し話したいと思います。これがですね、僕実際にこのシーズンだとこういったラッシュガードの生地の、タイツを履いてます。で、夏はサラサラしてるからっていう理由があって履いてるんですけど、これから寒くなってきて冬なんかになってくると、もうどんなんでもいいやって言って、寒くないようにいっぱい履けばいいやっていろいろ履きたがるんですけど、非常にそうすると動きが悪くなります。機動性がどんどん落ちてきます。で、万が一水が入った時にその中に着ているものに水が染み込んでいくと、どん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 重くなっていっちゃうんですね。そういった時の、水に入んないのが一番いいんですけど、実際に何かが起きた時のリスクヘッジのために、この中に履くものっていうものはなるべく機動力を損なわない、だからできればジーパンとかは履かない、さらっとしたものを履くっていうのが一つ大事なことになります。こういったフローティングベストっていうのを必ず着て、ウェーディングはします。ウェーダーの素材自体、例えばこれ下の方ネオプレーンなんですけど、結構浮力があるんですね。あとブーツタイプなんかだと割とつま先に空気がまだ残るんで、浮力があるんで足元の浮力が高いので、非常に水の中でバランスは悪くなります。で、万が一転倒したりとか、スリットにはまってしまったとか浸水してしまったっていう時には、やはり人間なかなか上半身を上にして浮くことが難しくなるので、そうならないためにもこういったフローティングベストですねは絶対に必要になります。フローティングベストが体から浮き上がらないように腰にですね、ベルトを巻いて固定させるタイプですとか、あと股紐ですね、この股のところをこう通すタイプの、固定するタイプもあります。これはウェディングの釣りではどちらも使えるので、お好きな方を選んでもらえば構わないかなと思います。ただ大事なのはですね、一つ携帯電話ですね、僕はこの防水チャックについている携帯電話を肩より高い位置に必ずつけるようにしています。これは沖で何かあった時にすぐに、118とか、あと救助を呼ぶとか、そういった、あと天候を見るとかね、そういった時のために必ず着用するようにしてます。別でこういったですね、防水タイプのソフトケース、
とかこういったものを使う人も結構います。ご存知かと思うんですけど、干潟にはですね、エイがいます。そのエイの毒針、踏んづけて刺されちゃう時の毒針の軽減ですね、完全に防ぐことはやっぱりできないんですが、それを軽減するためのアイテムっていうのが各社からいろいろなものが出てます。で、こういったですね、まず最初にソックスタイプですね、これですね、刃物がこう貫通しない、しにくいですね、しにくいようにできている素材でできている、ソックスです。で、これはウェーダーの中に履くタイプですね。メリットとしては、ウェーダーの中に履いてるんで水の抵抗はかからないと。ただゴワつくんで結構くるぶしが痛くなるものとかもあります。次にこういった外付けのタイプですね。これはウェーダーの外側から、こう巻きつけるような形で履くものです。割とこう硬い硬質のプラスチックを使ったものが多いです。で、まあ、これ巻くことによって外傷、まあ、外から針を刺されても刺さらないよっていうためのアイテムです。ただ一つまあデメリットがあるとしたら、結構水の流れを受けるんですね。ちょっと機動力が落ちるかなと。ただこれ一つすごいいいのは、万が一 A に刺された時にソックスタイプの場合はウェーダーに穴が開くんです。だけどこれでやられてもウェーダーに穴が開かないっていう一つすごく大きなメリットはあります。じゃあそもそもその、まあ、水中の地面の中に這いつくばっている A を、まあ、どうやって踏まないかっていうことで、こういったですね、歩くときにこうウェーディングステッキっていうんですけど、こう地面を自分が歩くところをこう刺しながら、歩くためのこういったアイテムもあります。これは本当に A に触るともう A がブラブラブラっていうんですぐ分かると。で、 A も逃げてくれるといった、道具です。万が一 A がかかってしまったら、釣りをしているときにルアーにかかってしまったらっていうのと、まあ、あと実際魚を釣ってランディングっていう時にどうするかで、最近はですね、非常にこういったウェディングで使うネットですね、ランディングネットが、非常に復旧してきてます。エイかかった時もそれ、まあこれぐらいのサイズだったらとりあえずネットですくっちゃって、尻尾触れない状態でルアーを外して、まあ離してあげるということですね。で、まあ、A も生き物なんで、かかったからじゃあ、嫌だから糸切って、針つけたままでいいやとか、あとまあ、殺しちゃえばいいやっていうね、考え方はちょっとやめてほしいなと。あくまでも A も離してあげるということで考えていただければと思います。結構この小物はちゃんと吟味していいものを使った方がいいなという話です。快適性が非常に上がるためのグッズなので、この快適性が上がれば上がるほどより安全マージンは広く取れるよというふうに考えてます。まずですね、こういった帽子ですね、今釣り業界いろんなねおしゃれな帽子も出てきてるんですけど、必ずツバがある帽子を選ぶと。まあ形はどうでもいいです、ツバがある帽子ですね。まあなぜかっていうと、結構ウェーディングは魚寄ってきてからのフックオフが多いですね。で、その時にですね、ルアーが飛んでくるんですよ。ルアーが飛んできた時に必ず反射的にこういうふうにこう顔を下げます、人は。で、その時に唾があれば顔に飛んできたルアーが、まあ唾でカバーされて顔に刺さらないといったところの安全性ですね。ですから必ず唾がある帽子を選ぶというのは、覚えておいてください。次にですね、グローブですね。今日まあ暑いんでどうしようかなと思ってるんですけど、冬はまあ当然手が寒くならないっていうのは非常に大事です。寒いとどん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 疲れていくんですね。で、疲れていくとどん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 、まあ当然体力落ちていって、まあ、ウェーディングかなり歩いたりするんで、そういった時に体力の消耗を抑えるためにも、まあ、手先はなるべく暖かくと。あと魚を結構掴むとかそういった時もあるんで、なるべくグローブはするというふうに考えてます。次にですね、まあ、今日はデイゲームということでこういった偏光グラスですね。危なさっていう面でね、ルアーが引っかか目に来た時に危なくないっていう面ではするんですけど、意外と今日ぐらいのローライトだと僕は偏光グラスしない方が水の中見える瞳なんで、割とその辺は選んでやってもらえばいいかなというふうに思います。で、まあ、これデイゲームの話で、今度ナイターのナイトゲームの話ですね。当然こういったですね、ライト、
が絶対です。もうライトないと本当ひどい目に遭います。で、一つ選ぶ基準としては、防滴防水、まあ防水非常に高いんであれなんですけど、まあ最低でも防滴のものは選んでください。で、なぜならばですね、雨降ってなくても水に近い位置で魚とやり取りすると結構濡れます。顔水しぶきもバンバン被るんで、そういった時に防滴機能がないものだと、結構すぐ壊れるんで、必ずこういった、まあ、防滴防水機能のライトを使っていただくということになります。で、最後の最後ですね、魚がかかった時にどうするかということで、まあ、こういったですね、各社からのフィッシュグリップが出てます。で、このフィッシュグリップのは、まあ、そのままあれですね、魚の口をこれで掴めるよということで、危険な針に手を近づけないで済むよというための道具です。それと同じ理由で当然ですが、こういったですね、ラジペンですね、これももういろんなメーカーのが出てます。ただ気をつけてほしいのは、シーバスをウェーディングで狙うっていうことはそれなりに対象魚が大きくなるので、あんまりこう短いやつは選ばない方がいいです。ある程度長さがあるロングノーズのもので、例えばそれこそ、まあ、10センチ15センチのルアーを丸飲みされる時もあるんで、ちゃんと中に入るというのが非常に大事です。これ忘れると正直言うと釣りにならないぐらいのレベルで僕は大事にしています。先ほど説明した装備を実際に着用すると、まあこういった形になりますよということで、今回ですね、前田さんの方に、お手伝いということで一緒に来ていただきました。はい、こんにちは、前田康久です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。装備で、一番大事なところですね、このウェーダーの中にアウターを絶対に入れないでください。これはまあ、冬ですとか、あとこのアウターを濡らしたくないっていう理由でですね、結構ウェーダーの中にインしてしまう人多いんですけど、必ず外にすると。これは何でかっていうと、ウェーディングしてる時に、まあ、不意の波ですね、予測してない波が来たとか、あとまあ何かにつまずいて転んでしまった、その一瞬水に入ってしまったっていう時にですね、このアウターがウェーダーの外にあることで水の侵入をかなり防いでくれます。まあ、その後釣りをするしないとか、まあ、そういったこともそうなんですけど、当然中に水が入ると歩きにくくなるし、体温も著しく奪われるということになりますので、必ずアウターを外に出すという癖をつけていただきたいなというふうに思ってます。はい、次にですね、こういったですね、まずチャックがあって、上からこういうプラスチックの部品で、まあ、締めるような形にほとんどの、ライジャキがなっていると思います。で、これまあ何であるかなっていうと、救助の時にですね、結構こう引っ張るんですよ、この上を。で、その時にここが止まってなかったりとか、チャックは開いてるんだけどこれだけ止めてますよとかっていうと、これ当然強度が保てないんで、ここが壊れる。で、当然ライジャキが脱げると、そういったことが起きると救助ができないといった問題が発生します。必ずついているものは使うというふうに意識してください。ナイトゲームの時に必ずこういった背中にですね、発光体をつける。で、これ回すとピカピカ光るんですけど、真っ暗の水辺の中に突然人が立ってるっていうことは、漁師さんもボート乗ってる人も、また後ろから入ってくるウェーディングをするアングラーも、そこに人がいることは想定してないんですね。そのためにとにかく発見してもらうと、気づいてもらわないことには、まあ船に引かれてしまうとか、あとよくあるのが、あそこに杭があるよって言ってルアー投げ込んでくる人いるんですね。そういう目に遭わないためにも絶対にこれは必要ですよということになります。あとですね、まあ先ほども一緒なんですけど、こういったね、肩のベルトですとか、あとこれウエストで締めるタイプです。ウエストのベルト、こういったものもきちんと締めていただくことで、安全性が格段に上がります。まあ暑いからとか、結構ルーズに着る人が多いんですけど、この辺はウェーディングゲームをこれからやる際にはきちっと体にフィッティングさせるということを意識して着ていただければと思います。
先ほど、準備が終わりまして、いよいよフィールドに来ました、はい。ですがじゃあいきなしこのままね水の中に入るかというとその前にまだ本当の準備の段階はまだ終わってませんということで、一つですね干潟こういった干潟で釣りをする場合の大事な要素として、潮の満ち引きの、要素があります。今日はですね大潮で、干潮が12時ということになります。で今11時です、はいはい。11時なんで今潮が引いてってる途中ですね。ですから沖の方までずっとどん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 浅いところを歩いていけるようになります。これが1時間半後に上げの潮が入ってきます。そうするとどん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 水位が上がってくるわけですね。当然人が立っていられるところがなくなっていくと、そうすると帰ってこなきゃいけないと。そのために水の中に入る前に必ず今日の、潮の満ち引きの時間、それと当日の、低気圧の接近とかによって結構偏差があるんですね。それを必ずチェックしてから入ります。118っていう番号皆さんご存知ですかね。前田さん分かりますか。分かります。何ですか。海上保安庁の直通電話です。あ、そうですね、はい、海保さんですね、はい。沖でですね何かあった時に、本当にその、まあ、例えば A に刺されたとかそういった時に動けなくなりましたって言った時はもう最後は本当に迷わずに118をすぐかけると、すぐ助けに来てくれるということになります。まあできればもうかけないで済むようなね釣りの仕方をするのが一番なんですが、本当に最後の最後はそこに頼るのもそれは仕方ないことかなというふうに思います。死んじゃうよりはいいですからね。そうですね、はい。じゃあ早速行ってみましょう。はい、行ってみましょう。はい、今まで、干潟をずっと歩いてきてここからポイントということで、ここから大事なことが、3つあります。まず1つ目ですね、水の中の歩き方ですね。当然この先ですね、まあ、今までスリットだから気にしないんですけど、この先普通にもうエイがいます。でこのエイがいるところを、まあ、一番近いのはこの岸際、岸際がまず一番多いんでここはまず1個注意しながら入るんですけど、実際にこう入っていきますと、でその時のこの歩き方なんですけど、こうまあいろいろと意見があるんですよ。すり足で歩けばそこに A がいてもつま先がぶつかるから大丈夫っていう人の考え方もあります。また前田さんなんてどうやって歩いてます。結構しっかり踏みしめてドンドンっていう感じで、はい、こういう人もいます。で正解はどっちって言っても正直言うとないと思います。その時その時のケースバイケースで、例えば本当の泥底の場合は A は地面より低いところにいるんですよね。でそれに対してすり足してって踏まないかって言ったら踏みます。実際僕も踏んできてます。それでですからその歩き方で避けれるかっていうと気持ち下げることはできると、その程度に思っといた方がいいです。あとはそのフィールドに合わせて、ただ一番ダメなのはつまずいて転ぶ、うん、それが一番ダメなことです。次はですね2つ目の、注意点です。まあ見てもらえば分かるんですけど、こういった段差がかなりあるんですね、水の中に。で当然こういう段差に魚もつくんで、我々アングラーはこういうのを潮が引くのに合わせて沖に行きながらこういう段差を越えていくんですけど、当然この高い低いなんですよ。で水面が上がってくるとこれが見えなくなるわけですよね。そうするとこういうものがずっと沖に向かってこう下がりながらあるんで、その高いところだけを正直言うと歩いてると実は帰りに帰ってこれなくなる。だから低いところの高さをきちんとまず覚えながら進んでいくっていうのはすごく大事なことになります。であとこれにつまずくんで意外と夜は見えないですからね。見えないですからね。全然見えないですよこういうのは。必ずこの地形をね覚えながら
まあ今干潮時に入ってきてるんですけど、僕なんかは割と満潮時でも入ってきます。理由は満潮でその時間その潮位で渡れたんだったら、帰りのこの時間は渡れるという確証、ある程度の確証を持てるっていうのがあるんで、まあ何も干潮時だけに入った方がいいっていう、まあ人もいますけど、それはもう人それぞれで、僕はある程度水位があるときにこの低さこの高さでも入れるんだなっていうのを確認しながら行くようにしています。注意ポイントのね3番目です。実際に刺されちゃったらどうするかということですね。まあちょっと後ろ振り返ってもらえば分かるんですけど、もうかなり歩いてきてるんですね。で実際に A に刺されると意外とそのやられた瞬間、あやられたっていうだけで、あ痛くないかな大丈夫かなって思っちゃうらしいんですよ。まあ、僕もまあ2回刺されてますけど、僕の場合軽傷だったんですけど、その時にもう躊躇せず帰る戻ることがとても大事です。はい。でそこでやられた瞬間にまあなんとかなるかななんて言ってて、その後必ず激痛が来るんで帰れなくなっちゃったら、もう今度ここに一人ぼっちになっちゃうわけですね。で潮を上げてくるわけですよ。でその時にじゃあどうするのっていう話です。これが3番目なんですね。最後の手段はやっぱり118。118何でしたっけ？海上保安庁です。海上保安庁。前田さん A に刺されたりとかっていうのはないですね。ないですけど、踏みつけちゃってドンって踏みつけて、そこでドバーンって飛び絵が飛んだとかいうのはありましたね。もうヒヤヒヤもんでしたけど、そういったね危険っていうのは常にあるよと。で本当にまあ最後はね呼ぶしかないと、うん、自分でもう何ともならないっていう判断、ただ即断即決ですね、うん、とにかくすぐもうその場で決めちゃう、自分で速攻帰る、ダメだと思ったらすぐ呼ぶ、うん、でそこから時間が経てば経つほど、まあ大げさな言い方をすると生きて陸に帰る確率がどんどん下がっていくっていうふうに考えてもらった方がいいです、うん、まあちょっとね怖いことばっかり言ってるとあれなんですけど、そういうリスクがあるっていうのを前提で理解した上で楽しむことで、より多くの楽しさも得ることができるのが干潟かなとは思いますので、まあ、これから実際釣りしてみてね、はい、いい釣りができればいいかなと思いますので、はい、やってみましょう、はいはい。ポイントについて360度、まあ、どこに投げていいのか分かんないよねというところなんですけど、実際前田さんどんなところにこういうところ来たら、そうですね、やっぱり航路っていう一番大きな干潟には航路という大きい一番大きいブレイクがあるので、やっぱそこが一番狙い目になるかなと。で実際にまあ、あっちのね方からずっと歩いてきたんですが、今この航路を目指して実は歩いてきました。であそこにある赤い部位と、あっちにある赤い部位結んだ線が奥から大型船が出てくる航路なんですね。でここ大型船が走るよというところになってるんで深いです。で今水深が1メーターにも満たないようなところに立っているんですけど、ここからあと数十メーター向こうに行くと4メーター6メーター8メーターってどん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 ショルダーで下がってきますね。でそれがやっぱり前田さんが言ってるブレイクというところで、まあ狙いたくなるよねというとこなんですが、釣り場に着いた、じゃあブレイクに一直線ってなる前に一つまたやっぱり確認してもらいたいことがあります。それはですね、あっちから歩いてくるときに一回あの柿瀬を経由してきたんですね我々。でちょっとブレイク沿いに斜めに来ました。だけど帰る方向はあっちの工事現場があるところのビルのところなんですね。ということは潮が上がってきて帰るよって言った時に一直線にあっちに行けるかっていうと実は行けないんですね。ですね、はい、ここは特にそうなんですね、うん、あの何本かの先ほどまあちょっとお見せしたスリットのようなものがあったり、カキの高いところを歩いてきたりしてるんで、帰りも同じルートじゃないとなかなか帰れなくなったりします。ですから実際釣りを始める、まあ、今ちょうどもう土管長の時間なんですけど、キャストして釣りをしてますっていう時にもう帰ろうよという時間は、まあ、あらかじめある程度決めておくと、潮位表を見て
決めておいて、さあ帰ろうって言った時は今より確実に水位はちょっと上がってるはずなんで、その時にまっすぐ戻らないで来たルートで帰るっていうことを、非常に大事にしてください。そのためにその場その場、方向を変えるところのポイントっていうのを見極めて位置を覚えておくということがとても大切なことになります。はい、で今船が通って前田さん僕よりちょっと深いところにいる。そうすると僕はここで大丈夫なんですよね。けど前田さんはもうお腹超えてくるんですよね。でこれがもし胸まで入っている時にこの波が来たらどうするか、波高の一番高いところをめがけてジャンプでかわします。ジャンプまあこの中でやってもまあせいぜい20センチ30センチなんですけど、そのトップだけ超えられればいいんでジャンプします。でその時にまあもう今日は暑いからアウター着てないですけど、例えば冬にアウターを着てきて中に入れてると超え損なった時に水が一発で入っちゃうんですよね。だからアウター外に出してくださいっていう話を僕はよくしてます。じゃあ早速ブレイクせっかく来たんで釣りを始めてみたいと思います。はい、やっぱ揚げで入ってきてるかもしれないね。潮が濁ってきたよね濁ってきたから揚げてるんだろうね。前田さん潮揚げてきましたね。だいぶそうですね。じゃあ前田さんそろそろ、そうですね、行きましょうか。上がりますか。はい、ちょっと上げてきましたね。そうですね、ですね、潮がまあ上げてきたっていう判断をどうやってするかっていうことなんですけど、水がね、さっき結構澄み潮で、綺麗な水だったのが、沖から上がってきた水が今日は濁り潮なんですね。ですから、急に濁ってきたのは揚げの潮が入ってきたねということが一つの判断材料です。で、あと水の中見てるとよくクラゲとかゴミが下げはあっちに行ってたのに揚げはこっちに来たなっていう、そういったのも一つの判断材料なんですが、場所によってはですね、下げも上げも同じ方向に流れるみたいなことはあるんで、それは結構ケースバイケースで、ただ水が入れ替わるっていうのは確実に上げに切り替わってるなっていう判断にはしています。で、こういうところでやってるとこうじわじわね水が上がってくるからなかなか判断しにくいんですけど、まず一つ大事なのが、そのポイントピンでは一番低いところに立つことがすごく大事です。高いところちょっとした垣瀬があって、その高いところに乗って釣りをしてて、ああ水が上げてきたから帰ろうかなっていうことは、そこから低いところに行かなきゃいけないんで今度チンするんですね。どうしても水が入っちゃう。逆に一番低いところでやってればやはり危機感が人間あるんで、その水が上がってきたっていうことをより早く察しやすいと。でそれぐらい臆病なぐらいでいいと思います。でまあ、慣れてくると当然こういう上げの潮が狙い時とか、そういういろんなフィールドによってはあるんですけど、まず安全にやるっていうことを第一にするならば、その水が上げてきた、あ低いところに立ってて水位が上がってきてちょっと嫌だなっていうのは一つもう帰る一つの切り替えのポイントにしていいと思います。でこれからまあ一緒に歩いて帰ります。まあ、さっきから話の中で何回も出てきてるんですけど、つまずく転ぶっていうのは結構最悪なんですよ、ウェディングで。で例えばこんだけ浅いところでもつまずく転ぶっていうのは前に行くんですよね。で前に行くと次の足がまあ出なかったらそのまま大概転ぶわけですよ、ベチャッと。そうするとフローティングベストはまあ浮くようにできてるんで浮きます。だけど足が浮くんですね、こういう形で。そうすると顔が前についちゃうんですよ。
そうすると結構慌ててみんなチンしちゃう。だからもし前に転んじゃったらひっくり返る、水の中でひっくり返って顔を上に向けると、そうすると慌てないで意外と普通に帰ってこれるということがあります。このね、波打ち際の濁りの中にね、そういるんだよね、いるんだよね、結構ね、うん、事故が起きる時っていうのは必ず2つの要素が重なった時に起きるんですよね。例えば陸上で携帯電話を持って話をしながら歩いている、何もないところで、それは別に何も事故は起きないんですよ。また普通に歩いている時にそこに椅子があった、そしたら普通に避けて歩くんで事故は起きないんですよ。だけどこれが携帯電話で話をしながら歩いているところに椅子があると初めて事故が起きるんですよね、つまずくとか。っていうことは必ず事故が起きる時っていうのは要素が2つ絡んでくると、2つが絡んだ時に事故が起きるということは、ウェーディングをするっていうことはすでに1つ目の要素のその水に入るっていう時点で危険な要素っていうのはもう持ってしまっているんですよね。じゃあその中で次に事故起きないようにどうするかって言ったら、もう一つの要素を起こさないようにする、それを事前にどうやってリスクをなくすかっていうことがすごく大事になるよということなんですよね。だからそういった、まあ、もし何かあった時にまずパニックにならないようにするための事前の準備をしっかりしていくっていうのがすごい大事なことじゃないかなと思います。前田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今日1日ですね、こうやってウェディングの安全性を高めようということでね、ロケをさせていただいて、まあ、改めて自分もね、これから気をつけてやっていかなきゃいけないな、油断しちゃダメだなっていう気持ちになることができましたね。そうですね、やっぱり装備一つ、考え方一つで大事故につながる遊びでもあるので、そこはね、今日やったこととか見たことでしっかり見てもう一度考えていただけたらなと僕も思います。そして僕もやっぱちょっとそこもね、ちゃんと考えながらやっていきたいなと思います。本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。